恐れを超えるのじゃ。腫瘍がだんだんと進んでくると、人によっては恐れが生じることもあるじゃろう。自分が変わっていく恐れ。自分がないと知る恐れ。そのような恐怖があれば、腫瘍をやめてしまう者もおる。多くの腫瘍者が悟りを求めながら、長年腫瘍しても悟りを得られないのは、この恐れからの逃避によるものじゃ。心は正直なものであるゆえに、ちょっとした恐れがあってもそこから逃避して、自ら進歩をやめてしまう。そのような恐れを超えなければ、進歩も変容もないのじゃ。恐れを超えるにはまずは意志を起こさなければならん。恐れを超えるために意志を奮い起こすのじゃ。そして自分が何を恐れているのか、深く観察するのじゃ。恐れの原因も人によって、あるいは境地によって違うものじゃ。同じ性格や性質を持つ固有の自分という自我を持つ者は、性格や性質が変わってしまうと、自分が自分ではなくなるという恐れがあるじゃろう。そのようなものは変化することを恐れるのじゃ。変化することに恐れを抱くから、苦しみさえもなくすことを恐れるじゃろう。苦しみのある自分が、変わらぬ自分であると思うのじゃ。そのようなものも、固有の自分という観念にとらわれるゆえに、変化を恐れると気づきがあれば、恐れも消えるじゃろう。心の働きを見る気づきによって、恐れも滅するのじゃ。他にも修行が進めば、自我がないということを予感して恐れるものもあるじゃろう。その恐れには自分の消失の他に、それを肯定してしまえば世間の常識を外れ、狂人とみなされる恐れも入っているじゃろう。自分が消える死と狂気の恐れが修行を妨げるのじゃ。多くの修行者がそこで修行をやめてしまう。自分が死を超えるために修行しているのに、その自分がなくなってしまう。それでは何の意味もないと感じる者もおるじゃろう。そのような狂気と消失の恐れには、知性と勇気で立ち向かう他はないのじゃ。狂気とは無に包含される世界の一部なのじゃ。目覚めた者たちは狂気を知りながら、秩序の世界にも対応して人々に教えを説いておる。狂気はそれを知りながら、制御できるものなのじゃ。そして己が消えるという恐れには、何もしなければやはり死によって、己は消えるものであると深く認識しなければならん。何もしなければ消えてしまうものを、自ら捨てることにより、永遠へと至ることができるのじゃ。それが多くの目覚めた者たちの辿った道であり、悟りへの門なのじゃ。お釈迦様も浄土の時には、悟りを得るために死をも恐れぬ勇気を示したことが記されておる。修行が終局を迎えようとしている時、もはや知識も法も役には立たない。ただ勇気を持って進むだけなのじゃ。誠の悟りを求める修行者は、死の恐れも超える勇気を奮い起こし、最後の関門を通り抜けるのじゃ。そうすれば自我は幻想でしかなく、それを超える不死の境地、永遠の意識に到達できるじゃろう。